皆さんこんにちは、沖野ぬかです。今回はこのカチューシャを使ったカチューシャアレンジ方法を紹介したいと思います。前にこちらのような写真をインスタに載せたんですけど、その時にこのカチューシャのアレンジ方法を動画にしてほしいという声をいただいたので、巻き方について紹介できたらいいなと思います。それでは早速やっていきたいと思います。何も、もう朝起きてもう髪の毛とりあえず溶かしただけっていう状態で、もうボッサボサで申し訳ないんですけど、ここに名前書いてあるんですけど、なんかこのプレイツの 26mm のコテを使って今日は巻いていきたいと思います。だいたい150度ぐらいで巻いてます。150度と温まるまで待ってます。どうしよう、今日の服装的にこの2つのカチューシャ持ってきたんですけど、どっちでいいかな。いや、ここにしよう。こっちの方が見えやすいかな。こっちの方が見えやすそうなので、ちょっと今回はこっちでやっていきたいと思います。あ、早い、もう温まるのめっちゃ早い。ちょっと早速巻いていきたいと思います。今分け目がなんか大体なんか6、4ぐらいになってる、7、3、6、4ぐらいに分けてるんですけど、まあカチューシャアレンジなのでちょっとこんな感じで書き上げてカチューシャをこうしたいんですけど、その前に髪全体を巻いていきたいと思います。最近ハマってる髪型がめちゃめちゃ簡単で、でもなんかちゃんとゆるふわに、なんか、なんだろう、うまく見えるんですよ。なんか、ちょっとわかんないけど、うまく見えてるかわかんないけど、なんか負けてる風に見えるんですよ。まず、固定で、毛先を外巻きに、外羽根にしていきます。はい。全体的に、やっていきます。反対側も同じように外巻きしていきます。なんか最近5月なのにめっちゃ暑すぎて、もう全然半袖でいけるっていう、地球温暖化だ、やばいやばい。なんかもう今年春がなかった気がするもん。なんか余計、なんだろう、外にずっと出れてなかったっていうのもあって、余計そう感じるんだと思うんだけど、めっちゃ今年は本当になんかすごい寒いのが長くて、で気づいたらもう暑い日ばっかりみたいな気がする。はい、こんな感じで今ちょっと髪色とこの服装がちょっと分かりづらいんだけど、分かりづらいんですけど、この毛先を今外巻きにしました。そしたらこの表面をこう取って、表面をミックス巻きしていきます。なんかもうこれだったら全体をちゃんと分けてみたいな感じで巻かなくても短時間でさっと巻けるので、めっちゃ最近はこの巻き方が多いです。で、後ろの髪の毛もこう前に持ってきて巻きます。はい、こんな感じでできました。この内側だけも、そしたらこっち側も表面をちょっとこう取ってミックス巻きしていきます。あれ、なんかどっちやったか分かんなくなっちゃった。まあいっか、割となんか適当です。なんか表面だし。はい、ここでカチューシャの出番です。カチューシャを手に取り、こうやって手にか、こうしてちょっとこの前髪をこうカット上に上げて、そのままこうやって、今やばいけど、まあ、一旦これで、はい、カチューシャをしました。
これだけだとちょっとあれなので、こんな感じで今カチューシャをしました。でそしたらこめかみの部分をちょっとこう出します。こっちも出します。ちょっとこうしたらちょっとなんだろう、この顔がでかく見えるじゃないですか。全体をバッともうオールバックにしちゃって、頭顔を全開顔を全開にしてるから、少しこうやって髪の毛を出して巻いていきます。こうで、この辺なんかいつも適当なんですけど、この辺とかでなんか 1,2 箇所ずつで、ちょっと前髪みたいな感じなんですけど、出しすぎ注意です。程よく出す感じ、こんな感じ。ちょっとこう出してきます。はい、こんな感じかな。こんな感じです。そしたら巻いていきたいと思います。これまずここを巻いていきます。いつもなんか外巻き内巻き外巻きみたいな。なんかまあ順番交互になるように巻いてます。でめっちゃ顔周りやっぱりお手が顔に近いので、ちょっと火傷に注意しつつやってください。やっぱり26ミリで細いから、こういうちょっと顔周りを巻くのにはやりやすいかなと思います。こんな感じで、はい、こんな感じで巻けました。もうちょっと出してもいいかなってちょっと思うんですけど、出しすぎると変になっちゃうんで、なんかちょっとふわふわになるように、ちょっとこの辺もこうちょっとつまんで、ちょっとふわふわに調節してあげて、はい、そしたらこのちょっと隠れたこの部分、最後にスタイリング剤を使って束感を出して、この巻きもまだほぐしてないのでほぐしていきたいんですけど、ゼニールフラン LT バターバーム、こちらのスタイリング剤を使っていきたいと思います。手に取って、手のひらにつけてからこうほぐしていきます。で、毛先はしっかりめにつけてあげます。で、この顔周りの髪もしっかりこう顔周りの毛、つけすぎるとなんかもう本当に髪濡れてる感みたいになっちゃうから、なんかお風呂入った後みたいな感じになっちゃうので、こうつけすぎ注意で、はい、こんな感じで完成です。こんな感じです。ただこうカチューシャをするだけじゃなくて、ちょっとこうやって引っ張り出して巻いてあげるだけで、もう巻いてあげるだけでもうガラッと、もうかなりまた雰囲気も変わるので、でまた最初の時と比べてやっぱり結構この小顔効果にもなるなと思うので、ちょっとぜひ皆さんも真似してみてください。はい、っていう感じで今回は私のカチューシャアレンジ紹介でした。ぜひ簡単なので真似してもらえたら嬉しいです。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。コメントの方もお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。